戦闘開始。頑張らないと。やっ、どうしよう、痛いよ。頑張っていこう。へい、頑張らないと。やっ、何をしようか。痛いよ。よし、どんどん行こう。へい、負けない。はっ、こんなもんかな。それ、始めよう。負けない。やっ、空に浮かんでるのって月？めんどくさいな。負けない。はっ、どうしよう。へい、クマさん、ファームベア。負けない。よし、どんどんだ。何をしようか。痛いよ。負けない。はっ、戦闘終了。それ、いくよ。頑張らないと。ストライク。何をしようか。ファームベア。次はどうしよう。はっ、よし、どんどんストライク。何をしよう。ファームベア。負けない。はっ、次も頑張ろう。どうも、ありがとう。そういえば、この間二人を疑ったこと、まだ謝ってなかったな。あのさ、あれ、
またいない。しょうがない、探しに行くか。いた。あんなところで何してるんだろう。ライムの考え方は良くないと思う。ユズカさん、何を一番大事にするべきか忘れているんじゃない？ライムたちがここに来たのは何のため？何を成し遂げるため？でも、それに、もうあまり時間がない。ユズだってわかってるでしょ？あいつらが近づいてること。もういい！ライムには相談しない！あ、見られちゃったね。何かあったの？なんでもないよ。ひなちゃんは気にしなくていいから。ひなちゃんこそ、こんなところでどうしたの？この間のこと、まだ謝ってなかったなと思って、二人を探してたんだけど。この間？アコが行方不明になった時、二人のことを疑っちゃったから。ごめん。それと、アコを助けてくれたお礼も言いたくて。謝らなくていいよ。ライムは別に、アコちゃんなんて、どうなってもよかったんだから。え？大丈夫。ライムたちに任せておけば、全部うまくいくから。どういうことだろう。とりあえず、ユズも探そう。うわ！あなた。ちょっと、待ちなさいよ！どっちに逃げてった、あの子。え？ごめん、わかんない。信じらんない。やっぱり、みんなが言ってる通り、あの子が犯人だったんだ。犯人？今日も文化祭の出し物決まらなかったわね。また次回に持ち越しね。今日も決まらなかった。私も考えないと。でも、何だったらみんな納得するんだろう。今日はこれで終わりにします。最後に先生からの伝言があります。最近1年生の教室で盗難事件が多発しているそうです。みんな、持ち物の管理には十分注意してください。盗難事件、ねえ。ん？あの子は。盗難ですって。怖いと思わない？ねえ、井上千尋さん。あなたが盗んだんでしょ？昨日、逃げてくところを見たわ。ねえ、荷物検査しようよ。そしたら犯人がわかるんじゃない？やめなよ。証拠もないのに責め立てるのは良くないよ。だから、荷物検査して証拠を見つけるんじゃない？そうそう。やましいことがないなら、別に見られたって問題ないはずよ。じゃあ、私たちも全員。荷物検査されていいってこと？犯人じゃないことを証明するために。それは。はいはい、そこまで。今日はもう解散しましょう。
白井さんの言う通り、証拠もないのに疑うのは良くないわ。わかった。さあ、念のために聞くけど、実はやっぱりあなたが犯人とかじゃないよね。じゃあ、なんで逃げたの？どうしたもんかな。何？かっぱってくれて、ありがとう。いっちゃった。着信ないかな？もう寝よう。あれ、上履きがない。ひなこちゃんおはよう。どうしたの？あ、おはよう。ちょっと上履きがどっか行っちゃって。え？私も一緒に探すよ。ありがとう。もしかしてこれじゃない？アコ、あ、どこにあったの？教室、白井ちゃんの机の上に置いてあったよ。え？そういうことか。はあ、あ、ひなこちゃん、一緒にお昼食べよう。いいよ。私も行く。わかった。あ、ちょっと待ってて。ねえ。ちひろも、一緒にお昼食べない？いいの？ほら、行こう。どうしたの？これ…これは？
昨日かばってくれた俺。こんなキャラ初めて見る。どこで売ってたの？作った。え？手作り？あ、井上ちゃんって手芸部だけ。なんかすっごい器用な子がいるって一時期話題になってたよ。へえ。作品でこんなに自己主張できるならもっと喋ればいいのに。ねえ、今日帰り一緒に遊びに行かない？いいね、行こう行こう。どこ行こうか。そうだね、千尋はどこか行きたいところある？みんなが行くとこならどこでも。二人とも来ないね。トイレが混んでるのかな。大変！あこちゃん、どうしたの？井上ちゃんが、昨日の子たちに連れてかれて。え？多分、白井ちゃんにちょっかい出しても、相手にされなかったのと。井上ちゃんが楽しそうにしてるのを見て、イラッと来たんだと思う。そんな、どこに連れて行かれたの？わかんないけど、ここに来てないなら、まだ来ないかな。ひなこちゃん、急いで探そう。うん。着信ないかな。調子に乗ってんじゃないわよ。ほら、さっさと白状しなさいよ。ちょっと、あなたたち何してるの？またあんた、なんか用？やめなよ。なんで千尋が犯人だって決めつけるの？この子が一番怪しいんだから当然でしょ。実際、一回も言い返してこないし。